フィリピン。軍島国家の一つ。最も濃い青で示した海域がフィリピンの軍島水域で、その外縁が軍島規制。軍島国家は多数の島で構成される国家のことである。具体的にはフィリピン、インドネシア、フィジー、モーリシャス、パプアニューギニア、バハマなどがこれに該当する。ただし例えばエクアドルのガラパゴス諸島のように、 沖合に軍統を有する大陸国家はここで言う、軍統国家には含まれない。古くは1930年に国際連盟の主催で行われた国際方法転化会議や1958年の国連体制下における国連海洋法会議でも軍統国家制度を承認するかが議題となったが、軍統国家の案は他国の賛同を得られなかった。これは、 軍島に囲まれる水域を自国の主権が及ぶ内水と主張し、外国船舶の航行が自国の主権に服することを求めた軍島国家と海洋の自由を侵害するものとして、軍島国家の主張に抗議する国々との対立であった。実際に軍島国が世界的に承認されるのは1982年に採択された国連海洋法条約第四部に、 軍統国の規定が置かれるのを待たねばならなかった。国連海洋法条約第48条は、軍統国家の軍統の最も外側の島々を結んだ直線を、領海や排他的経済水域を図る基算点である起戦とすることを認めた。ただしこの起戦を引くにあたっては、国連海洋法条約第47条は、以下のような条件を課した。これは、 軍統国家制度成立以前に認められていた他国の権利を必要以上に侵害しないためである。上記のような軍統基線で囲まれた水域の中で内水との境界を定める閉鎖線の外側の水域が群島水域となる。群島水域と群島水域の上空、群島水域の海底、その海底の地下には軍統国家の主権が及ぶ。ただし、群島国家は 軍島水域成立以前にその水域に関連して結んだ他国との協定やその水域で伝統的に認められてきた近隣国の漁業権その水域にすでに付設されていた他国の海底電線があればそれを尊重しなければならないまた軍島国家は軍島水域における外国船舶の無害通行を保障する義務を負い他国の船舶航空機には 軍統国家が指定した軍統航路隊を通行する軍統航路隊通行権が認められる。ありがとうございます。